バックパックバトルズバージョン 0.7.3 が来ました。こちら1月7日の日曜日からの環境がこれになるって感じですね。まあ、ちょっと変わるかもしれないけど、最近アップデ情報を出すだけマンになっちゃってますが、もうちょっとゆっくりバックパックバトルズ楽しみたいなと思っている今日この頃です。新レシピでホーリースピア聖なる槍が来ます。これは槍の進化系でしょう。槍と何やろな、ゴーストダガーが、あーでもホーリーなんだろうな、聖書とかと組み合わせんのかな。まあ、ちょっとやってみないと分かんないですね。でバランス調整でなんとラウンド8、あのユニーク武器もらえるクラス選択のところですね、あそこでハートが1個回復するようになると。だ序盤で死ににくくなるから、これは嬉しいですね。でレンジャーバックがリワークされます。でクリティカルがデフォルトで10乗るようになって、ただ幸運ごとにもらえるクリティカルは 3% に下がるので、後半のレンジャーは弱体化っすね。あのクリティカル出しまくれるようにっていうのが後半は弱くなるかな。だからドングリもっと使っていかないとクリティカル出にくくなるかもしれないですね。貯金箱が隣接する各戦闘開始効果アイテムの最大 HP をさらに増加っていうのがね、ちょっとよくわかんないんだよな。まあ、貯金箱を戦闘開始時に体力アップさせるアイテムの横に貯金箱置いといたら、その最大 HP 増加分が上がるってことなんかな。ジンジャーブレッドだったりとか、ブラッドアミュレットの横に置いといたら効果が上がるかもしれん。んで、トイシヒーローソード、ヒーローロングソード、ハルコンブレード、クロスブレード、グローブ、ドングリが戦闘開始時のエフェクトにっていうのがちょっとよくわかんない。戦闘開始時になんか効果としてパンって現れる。だから、そっか、トイシで攻撃力上げる効果、ヒーローソードで攻撃力上げる効果っていうのが、戦闘開始時にボンって攻撃力が上がる効果になるってことか。結果どうなんやろ、わからん。はい。で、マナポーションのリワーク、ちょっと字間違ってますが、はい、幸運の代わりに HP 最大 HP15 を付与してくれるようになると。マナを使用するか HP が 50% を下回った時のトリガーになるので、発動はしやすくなりますね。で、マナオーブの効果が面白くて、33マナ溜まったら15のランダムバフってことなので、マナオーブ並べまくって、んで、マナ死ぬほど貯めたらすっごいバフつくかもしれないね。ちょっとやってみたいですよね。んで、プラチナカスタマーカードは、デバフを反射する機能がありましたが、あれがちょっと強化されてユニークの確率も上がった。まあ、強化ですね。で、光の書がリワークで、光の王冠っていうのに変わるらしい。光の書自体はまたなんか別の形で戻ってくるというふうにも書かれてました。で、回復の能力が下がっているので、まあ普通に弱体化かな。マス目増えてたらさらに弱体化やけど、どうなんやろうね。で、ダークロータス、あれですね、タロットのやつですね。タロットが強化されてて、で、ブラッドソーンが弱体化。まあ、スタミナ消費量上がるのも仕方ないようなブラッドソーン環境やったしね。で、ルビーの人影はダメージが2上がってちょっと強化。で、ユービナルレイピアとあまりにも大きすぎるグレートソードはずっと強化され続けてる。使われるまで強化する気やろうな、これ。で、ポイズンダガーとブラッティダガーがクールダウン下がって、さらにブラッティダガーの方は、吸血のバフ。追加するのがプラス1で、ボーナスヒールって何やったっけな、ちょっと忘れちまったんだけれども、とにかく強化が来てると。で、ほうきも一応強化、スタミナ消費量は下がってるから使いやすくなるって感じなので、まあ、今回はまずは新レシピのホーリースピア使いたいよね。で、マナを使うようなものなんだろうか。今回はとりあえずホーリースピアを使っていきながら、マナオーブを置きまくって、このランダムバフブワーンって振りまくってやつやってみたい。あとプラチナカスタマーカードあたりもちょっと使ってみたいかなぐらいの雰囲気っすね。さすがにそろそろグレートソードも使えるんじゃないかっていう雰囲気も出てきてるけど、やりたいのはその辺だね。新レシピはまずはやってみたいよな。これか、おお、ホーリースピア、はいはい。オンヒットデストロイ、ヒットしたら6アーマーをデストロイする。で、クレンズ1デバフ、ほう、あー、なるほど、星の位置にアイテムがあるだけ、あ、フリースロットの分か。やっぱフリースロットなんやな。で、わ、ホーリーアイテム。ああ、ホーリーアイテムならいいんだ。フリーとしてカウントされるから。で、ユーズ25マナで、無敵、3秒無敵 &100% 速度が上がる。ほう、3秒無敵来た。マジ？あ、で、王冠これやな。これも3秒無敵は未だについてる。あ、じゃあ2秒無敵になってるんか。そっか。どっかのタイミングで弱体化になったんやったっけ ?2 秒無敵。ホーリースピアいいっすね。で、ゴッドリーの価値があるので、これは多分、
クラウンとスピアやろな。うん、これは結構強そうやからね。じゃあ25マナ、マナ集める理由もありそうやから、ちょっとマナオーブ置きまくろっか。ちょっとここで25マナ使うから33マナ貯めるのは夢のまた夢になりそうやけど、合計58マナ貯めなあかんもんな。まあとにかくちょっとマナを貯めまくってホーリースピアを使う、そんな感じでやっていきたいなと思います。うえー、なんだ急に大やすりなんやけど、何で序盤のレンジャー強くなるんじゃないかな、今回のリワークでね。じゃあこれもう神に従うか、こういう時はね。これはね、こういう時大体神の意志なんで従った方がいい。これでいこう。まあこれ強いよ普通に。で星の位置のアイテムのスタートオブバトルアイテム、次にツーマキシマムヘルス、まあまあまあスタートオブバトル、あでもこれこうか、こうしたらゲインツーマキシマムヘルスやから、ちょっと効果見てみましょう。これかなりいいぞ。まあこれ勝ったでしょ、強いでしょ。1回でもグバさん回復発動したら、あやばい、砲機が使いやすくなってるが、はい強い初手グバさんはマジで強いやろ。でおお、これで2万キシマムやから、そうだね29。あ、星の位置にスタートオブバトルのアイテムがあればあるほど体力が増えるから、あ、これ序盤の貯金箱強いかもな。お、なんだなんだ、なんか、いろいろ、大安売りが来てる。で、まあ、トーチ作りますか。それは強いよな。で、グローブもスタートオブバトルの、あ、そっかそっか。なるほど。グローブスタートオブバトルの効果に変わってるから、グローブでさらに、まあ、これはこうした方がいいか、一応。いや、こうだ。こうして、こうして、手袋置いちゃおう。こりゃ。んでやな。うん。これで、マキシマム体力が6増えるからね。その6の差ってでかいと思うんや。で、スタミナきついかな、これ。どうだ？バナナないからね。さあさあ。あれマキシマム体力相手よりも6多くなるつもりやったんやけど、そういう風にはなってないね。だからスタミナ足りないわやっぱ。これ失敗ですね。だけど頑張って耐えてる。が無理が無理。なんだ、あ6増えて、あそうか、アイテム増えてるからか、そうかそうか、はい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 。おお、なんか砲機来たね。使えと言っているのか。ちょっと今はバナナが欲しい。で、なんならバナナを早めたい。これね、こうして、で、バナナ突っ込んで、んで、こうして、こうして、バナナ早めたいよな。こうだよな。で、ほうきはちょっと今回いいかな。ホーリースピアの方行くか。まあ、使い方は良くなったんかもしれんけど、別にそんなにいらない感じやし。こっちやわ。こっちに寄せて、こうで、で、こうで、こうだ。あ、こうだわ。はいはい。こうだわ。これ強いわ。いけ！いけ！ん？なんだ？あれ？こうやって最大 HP6 増えながら、スタミナの回復もまあまあできるはずやから、これは振り切れるかな。やりきてるね。やり強いね。ただ、アーマー張ってるんじゃなくて、HP を純粋に回復してるから、これはこっちの火力が強いか。いやー、やっぱ序盤のグバさんは強いべ。ナイスだべ。最高だべ。しゃ。んで、ここま、うわー、ハンマーとか来てる。貯金箱割りてー。やけど。ここはねー、人参こう置いて、貯金箱、いやまあ2個貯金箱おかしいよな。あ、やりきた。きた。これはやり使おうやな。こんな感じか。とりあえずね。一旦こんな感じにはなるな。これ、槍と手袋の方がいいかな。いや、土地は使っていくか。OK。で、そうやね。青いトーチ使って、青いトーチとスピアで戦おうかな。アーマー持ちまだ、来てないやろうしね。気にせず行こう。これリザーブするほどではないわ。行け！結構安売り買っていってるからね。
強いとは思うんだ俺。いいぞ。んー、回復きて。ナイス回復。いいですね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 。よっしゃよっしゃ。回復と火力で勝ててる。おっ、きいね。これ来たね。んで、買って、ポーション。ポーションで、マナポーションのパワーもちょっと満たさはあるけど。まあ一旦これはこうかな。で、石打って、こうだね。んでやな。ちょっと、ピッキーバンクに、これ、進化させたらその効果は残るんか？いや、残らないよね、多分ね。よし、これでいこう。よっしゃ。じゃあとりあえずこれアマナオーブも早いなあんた。強くない？早くない？育つの。あー強っ。あーっとこれ欲しいね。どんぐりは欲しい。ちょっとね、初期バックが弱くなってるからどんぐりは欲しい。でこれで強化しつつ、これここでいいんか。向ける先、人参でもいいんだぜ。ええ。この中だといるものはない。あ、カスタマーカード来ちゃう。あ、そう。それはいただいちゃおうかな。これで行くか。で、カスタマーカード。これどうだ？スタミナ貯めて。火力ちょっと弱いんだよな。おー、みんなトーチ進化させてんな。動きが早い。俺が遅いねんな。ベリーを引けてないのがちょっと弱いな。あ、まつらの危険ないんだよ、今。俺の火力では。あ、でもこれは勝てそうかな。相手が、まだトーチ進化してないかな。よしよし。おっと？来ましたね。あー、これちょっとさ、マナグイ剣にしよっかな。ね。トーチさ、ちょっと、厳しくなってきたから、マナグイ剣とホーリー槍、みたいな。そうね。ちょっと火力下がるけど、当時こっから進化厳しいし、なんかそんな方向性で、こうして、はい。で、マナグイ剣作って、まあ、当時くんさよならで、うん。で、これでね、王冠さっさと出てくれへんかな。スピアさっさと進化させたい。で、マナをめっちゃ貯めたい、俺は。マナグイ剣もう一本置きたいぐらいや。で、ここで、レアが35か。ブルベ、ちょっと引いときたいよな、一個ぐらい。ブルベはね、マナポーション、もう欲しいのは欲しいし。ブルベでも、マナは貯めたいし、あれラックも作れるから、ここちょっと。ベリー来てくれんか。あー、クローバー欲しいね。ちなみに、王冠のレアリティはゴッドリーか。遠いな。絶対やりとこれやからな、進化。ゴッドリーか、5%。カスタマーカードでちょっとレジェンダリーが上がってくれることを願うとかそういう感じになるな。じゃ、まあ、とりあえずこれでいいかな。しゃ。あ、ちょっと待って、これ、向ける先違うわ、人参や。貯金箱を無駄に使っちゃってる。向ける先人参だわ、これ。だけど、まだ育ってないトーチなど弱い弱い。あ、でも、相手のトゲが痛い。頑張って。あ、毒がね、きついんよ、これ。火力で。なんとか火力で。おー、ナイスだぜ。よかったー。はい。で、おー、ここでハートが1もらえると。サブクラスがアンロックされた時点でね。いいんじゃないですか。さあ、コンバットログ。火力的には？おー、結構、あ、ハングリーブレード頑張ってくれてるな。ありがてえ。さて、この構成、どんな風にやっていこうかな。まあ、これで普通にスピアの攻撃力高めるのが正義かな。自然も少ないからね、今。これでいこう。こうして、こうしてこういう感じにはなりそう。火力ないな。あ、そっか、ユグドラシルでマナ貯めんのはありやったな。そっか。
その方が良かったか。あ、オーブ来た。熱い。マナグイ券2本でもいいぞ。マナグイ2本でめっちゃ貯めるもありやぞ、これ。オーブ欲しいな。いや、もうこれこうしてさ、手袋を、売ってでもオーブ買ってちょっと、巻きで、とりあえずこんな感じで行ってみます。はい。OK。カスタマーカードよ。王冠を呼び寄せてくれ。頼む。王冠を呼び寄せろ、カスタマーカード。ハート1個回復したん、嬉しいな。これで、なんとか。無理か。これね、ちょっとミスったかもな。槍1本、1マス開けれたな、今。うん、一マス開けてたら違ってたな、結構多分。反抗者の豚ちゃん突っ込めるやろ。で、こう、槍かな。で、宝石箱。豚をオーブに刺してめっちゃマナ貯めるのもありなんやけど、それ槍が進化してからのことなよな。今は、普通にラックいっぱい集めて、クリティカル率も高めて、火力高めていくのがいいと思う。で、こいつが進化したら、うん、オーブに刺してめっちゃをマナ貯めるでいいような気がする。魔王冠はなかなか来んよな、新アイテム。でもトライはまだ3あるから、おかげさまで。おっと、強くなったポイズンダガーのスタンダガー構成、これは強いね、シンプルに。うーん、シンプルに強い。ちょっとこっちの火力が全然足りなくなってきてる。そうやね。毒も強いし。いや、これは、早く槍を進化させないと。火力で負けてる。そう、ここで槍捨ててもうここ行きたいもんね、リブソブレードに。カスタマーカード、2個置こうか。んで、早めカバン、まあ置くか。いや、もう引いてほしい。王冠。ちょっと余裕がない。命のリロールをするしかない、これは。行くぞ。ハスタマカード、2連。ごっとり。あー、それはそれで強い。いや、俺は王冠を引きに行く、ここは。あ、オーブね。オーブね、2円でオーブか。それで、マナサーストの、こっちのマナサーストの剣の方の火力を上げていってみたい。あ、ちょっと待って。そしてさ、こうかな。うん、こうやな。うん、うん、うん。これで全部にクリティカル乗るし、こうやな。オッケーオッケー。ちょっと耐えてくれ。弱い人来てくれ。あー、作ってるー。どうだ、え、それ向き間違えてない、ホーリースピアの。どうすか、怖え。あ、無敵きた、強い。まずい、これは。そう、来たね、無敵。いやー、向きも間違えてる気すんねんけど、オーブでがっつりマナ集めて、無敵で。あー、強いね。来た、とうとう来たぜ、よっしゃ。これ、こういうことやんな。よっしゃ、来た。来たけど、次耐えれるかやな。やっと来たけど。ちゃうわ。これ、あ、こうして、別に今、一個しかないから、これでいいんだ。ああ、これでいいわ。はいはい。うん、これでいいわ。で、これで一応アーマー貫き効果も、付与しつつ、行ってみよう。オッケー、祈る。ドラゴン、にゃ、結構中途半端な構成な気はするが、あ、シンプル強いですか、それ。無敵頑張れ、無敵。そっか、王冠で無敵はあるんやな。耐えた、危ねえ。そうだ、この子デフォルトで無敵の効果あるんやった。ナイスナイス。危ねえ。で、マナーサーストがね、まあまあいい火力出してくれてんのよな、これね。121マナ貯まると、12のライフをスティールするというのがありますからね。20のマナで。
マナががっつり溜まったところで、相手のライフを盗んで、で、回復してるんだよな。ここでマナが消費されて無敵が発動して、あ、でも20溜まってないから、その効果は発動してないか。普通に、クリティカル。最終的にはクリティカル100までや、育ってるもんね。オッケーオッケー。いや、どんぐりはもうこれで十分と。うん。そうだね。クリティカルはしっかり溜めれてるので、オッケー。さあ、進化来た。うおー来たぞ。で、うわー、これ、ライトグーバートさんにして、この人自身を聖なるスライムにしたいね。んだら、星のところがね、潤うからね。やねんけど、それはまあ、ちょっとできないので。あのね、進化のターンで負けんのよ。ホーリーグバさんにしたいけど、進化で負けんのよ。ちょっと今もう、トライが1回しかないからさ。だから、リフレクト2デバフで星の位置のゴッドリーのアイテムやから、なんか、いいとこ置いたら、まあ、どこに置いても1個やな。何が欲しい？何が欲しいかというと、マナオーブです。マナオーブ来てくれんか？こりゃ。おお！ 2 個目！半額やからな。ただ、マナが25も溜まるっていうことがなくなりそう。この子10で1回無敵発動するもんな。やけど半額は魅力だね。しかもこの子は 2.5 秒に1回発動やから、奥のここなんだよな。あー、バナナ。いや、バナナはいいかな。いや、マナオーブを求めよう、ここは。いらんな。なんで、何これ、初期ラウンドか何このラインナップ。ほんまにほんまにファーストラウンドかおかしいやろ、このラインナップ。なんだよ、これ。飽きたマナオーブ。まあ、これは次回やな。次回へ続く。あ、こうだ。あー、来た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 、こうだ。これ熱い。まあ、吸血アミュレットこの段階で欲しくなるね。まあ、でもとりあえず、こいつがさ、25マナ溜まったら、めっちゃ攻撃加速すんねよな。やけど、そこでね、スタミナ足りないんじゃないか説があんねよな。ってなると、若干スタミナバッグも欲しい。っていう風になる。次、カバンも追加出るし、スタミナバッグも予約しとくか。オッケー、行け。よゃ、これで行こう。よゃ、今の方が天才。これで行こう、ほんじゃ。どうだ？で、マナが溜まって、まず、はい、王冠の無敵が発動します。それで勝っちゃう。てか、普通に強いな、この子。ダメージ7から14。はいはい。で、マナが溜まったらめっちゃ速くなるってだけで、火力がそんな高いわけじゃないんだけど。てか、メイン火力どうなん？あ、じゃあ普通に強い？あ、で、マナサーストが偉いわ。やっぱ。うん、両方働いてんな。これなんでこんな火力出てんの？ダメージ6から8っしょ？で、オンヒット原因1マナで、20マナが原因されたら、スティール。やっぱこれ20マナ、あー。あ、ここで20マナ溜まったんやね、やっぱり。そうやんね。なるほど。そっか。これか。ここで20マナ溜まりました。はいはい。ここで合計20マナ溜まりました。で、両方の剣の、この12のライフスティールが発動。で、それが両方クリティカルになる。で、こっちはウサフンの効果も乗ったから29になってる。ってことか。あははは。強。そっか。このスティール12ライフの方にもクリティカル乗るんだ。なるほどね。そういうことか。それは強いわ。そういうことか。この12か。あー、それは強い。オーブめっちゃ使いたくなってきた。オーブ、どこで貯める？これ。むずいなー。ここで貯めてー。ここで貯めてーけど貯めらんねー。まあ、ここか。こうなるのか。一回攻撃当たるたんびにさ、5デバフもクレンズすんねやろ。この槍。強くね？開けといたらね。で、30アーマーデストロイするし。強くね？開けといた方がよくね？うん。
スライムおるとちょっと組むのが邪魔やから、めちゃくちゃマナ貯めてライフスティールの効果で吸収する方が強いよな。それでいこう。しゃ、スライムさんありがとう。んで、そしたらね、めっちゃ組みやすくなんねよな。だったらこうかな、こうやな。んで、でもこの子はマナー集める機構は動かないやろうから、ランプは微妙やな。まあとりあえずドラゴンスキンブーツでも買っとくか。で、カバンは今いらないです。なんかないっすか、マナオーブ出ないっすか。ちょっとひたすらリロールしてマナオーブ狙うわ。あー、ひとまずカバンの半額とかも興味はあるよ。お、いや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 、もういいよ。いや俺は、あー、半額やったら買ってもいいな。ここポコンって置くのだけでも。このマナサーストに乗ってないからさ、どんぐりね。ちょっと乗せたい気持ちもあんのよ。いけ、さあどうだ。あ、普通にマジックトーチ構成だけど、さあまず無敵が発動していく。で、さあアーマーのデストロイがすごい。今の環境でストーンスキンポーションなんて積んじゃったらダメよ。そんなの。そんなんダメよ。すっごい勢いで、ま、アーマー溶けたな、これ。すげえ。深夜にすげえ。乗ってないんか、ここに。ものすごい勢いでアーマーは溶けてんねんけどね、相手。そう、この辺。リムーブド5じゃなくて、あ、乗ってないな。ホーリースピアがめちゃめちゃすごい働きしてんのに。ホーリースピア攻撃しました。はい。で、ここで攻撃してんねんけど、その13クリティカルダメージどころの騒ぎじゃないんだよな。ものすごい勢いでアーマーとかしてんだよな。すごい仕事してんのよ、この子は。いや、これはいいですね。ストーンスキンポーション終わりです。缶。あー、ホーリーアーマー置ける。あ、でも置けないわ。ホーリーアーマーだと、どうしても2マスにはなっちゃうから、縦置きでもね。この子だったら置いてもいいんだけど、いやー、今のこの全力デバフ削除強いと思うから、置いときたいな。よし、これでいこう。で、マナオーブやな。欲しいのはやっぱり。きたー、熱い。ちょ、マナとにかく貯めたい。ここやな。オッケーオッケー。ここで貯めよう。あ、こう置いたらいいんか。あ、いいね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 。いいじゃないっすか。オッケー。だいぶいい感じですよ。よっしゃ。これだいぶね、デバフクレンズも強いぞ。さあ、相手の毒めっちゃ入るぞ。さあ、どうだ？うん、無敵。あ、無敵の間に、白ポー貫き、やりきる、強い、素晴らしく強い。白ポ終了ですね。でも最終的にはマナサーストの方が火力出してんねよな。そう。だけど、相手がね、やっぱ白ポ積むしかないからさ、そう。それを一気に貫いてんのが強いわ。とりあえず、ストーンスキンポーション積んどきゃ強い霊障環境、マジで終わるな、これ。おー。白ぽよ映像。さあ、どうやって体を守る。縦いっぱい積みが強くはなるな。これでな。お、いいっすね。で、相手のデバフ。ま、結構クレンズはしてんのかな？極レンズはするんやけど。さすがに向こうの火力強かったか。ホーリースピアで。ホーリースピア当たって。ふんふん。毒4とかクレンズしてくれてるけどね。よっしゃ。OK, OK. これ、どうなんやろな。ホーリースピア2本積みで、マナオーブ死ぬほど置く方が強いんかな。あ、でも、そうやと火力がちょっと不足しそうやよね。まあ、やかいで今やっぱマナサーストの火力もすごいことになってるからね。だから、まあ、これでいいと思う。貯金箱ありやな。これでマナオーブに向ける貯金箱を1個作る。
1個作ってここに置く。お、来た、こうだ。あ、こうや。あ、来た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 。これだ。神。神来た。で、早めるカバンで、早めるカバンのちょっと買っといて、スタミナちょっと補強するか、これでな。ちょっとだけね。ブルーベリー激早めするか、直で。待って、まだ買い物できるから、ちょっと買い物してからで。あ、宝石買ってもよかったな。王冠って宝石乗るようになったんでしょ。宝石買ってもよかったな。あ、それとも、ちょっと、こうする？まあいいや。で、よー、来たー、熱い。あ、しかもラックも来たんか。それは熱いな。ローブは捨てて、買ったの嘘でしたで、オーブやな。オーブ優先で。ここで野菜だけでっていうのもありやけど、いやーでもね、やっぱホーリースピアで集めた方が早いと思うねんな。ここか。ここありやな。あ、ここもありやな。豚ここに向けないかんくなるから、そうなったらちょっとこっちに移そう。というわけで、一旦ここで。はい。一生してくれ。さあ、アイテム来てるよ。あー、なるほど。弓の構成か。いや、こっちの方が強い。待って、無敵がすごい。わー、なんとかよかった。すごい無敵合戦やったけど。なんとか勝ってくれた。マナサーストくん、ありがとう。無敵合戦になるね、これは。でも、マナオーブの数が違う。あー、マナポーションとか使ってマナ貯めたりもしてんねんな、向こうはな。すごい量のマナやぞ。一回25まで貯めて、33発動してる、最後。出た。ランダム15でバフ。あ、バフ。マナオーブのランダム15バフ、発動してる。すげえ。ギュン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 。で、最後すっごい火力になって、ダメージと。あ、いいですね。これもっと早く発動してほしいな。行こう。さあ、無敵祭りやけど、これね、こっちに寄せたいから、マナ水剣はもういらんな。はい。4マスカバン。いや、いいわ。あ、ベリー来たね。うん。少しでもマナが貯めれるなら、それは嬉しい。マナ、もう一個来た。どこ行く？あー、ここやな。うん、そうやね。一回しかどうせ発動せえへんから。まあ、これでよしとするか。下のマナーボを2個並べる方が良い説。あー、こうね。で、こうでこう。これ迷うね。これ2個並べて、ここの確率を、ラッキーピークで高めた方がいいのか。ちょっとこっちの、貯める威力は、若干減るんやけど、だけど、ラッキーピックで、この、めっちゃ隣接してるオーブの確率を高めた方が溜まるのか。俺全部計算する？待てよ。これ、こっちにすることでニンニク分増えるんだよな。ニンニクが4秒に1回発動するから、4秒に1回で、まあ、20秒ぐらい戦うとして、まあ、3マナぐらい、こっちにすることで3マナぐらい溜まる機会がありますと。で、こいつは、その分、1.4 に、秒に1回やから、でこいつが5回ぐらいやから、まあ、32回ぐらい発動するんですよ、ね。こっちはね。32回ぐらい発動するやつが、25% チャンス上がると、ま、あ、5、6マナ得る機会を得られるわ。こっちをこうする、この構成だと、こうするよりも3マナ多いぐらい。で、こうすると、多分5、6マナ、こっちの方が5、6マナ多くなる。これよりも。だから、多分こっちの方が強いと思う。ちょっとマナ、多く得られる、ですね。計算上は。だから多分こっちの方がいい。かな。よっしゃ。これ行ってみよう。で、リロール限界までしとくか。あー、これもう置くとこないよな。ちょっと守り固めたいけど、守り、何で守ったらいいんか分からへんね。槍に本気た。出た出た。どうなん？
槍2本でもメイン火力はマナサーストの剣でね正解やと思うから、俺の構築の方がね正しいと思うよ。はい、証明されました。この圧倒的な火力差により証明されてしまいました。はい。でこっちねちょっと使えてないしな。うん、この子やっぱ前開けないとね。この圧倒的に分からせたな。そう、火力が強い高いわけじゃないんだよこの子は。なんかマナサーストで火力作って、ホーリースピアは相手のアーマーを貫きながらクレンズしていく。で、相手が与えてくるデバフを全部消す。それであらゆる敵に対しての、こう、対応していくみたいなね。で、なんだっけ、この25マナ、ユーズ25マナで3秒の無敵は2回発動はね、相当オーブ貯めないと無理やろうから。まあ、俺ぐらいオーブ貯めてたら多分、2回も発動したかもしれんけどね。まあ、でもそれよりはやっぱ、こうやな。うん。よし。こっちの方が強い。あ、王冠来た。どうだ？王冠来るんか、ここで。何も考えんとここにぶち込みたいのでぶち込みます。あ、なんか綺麗やな。これはこれで強いと思うよな。こいつが発動早いしね。だけど、なんか綺麗やからこれでいこう。で、これ早めるカバンの位置、もうちょっと考えたら、いい感じに組めそうだよな。あ、いや。これ、この方が強いか。うん。こうか。これの方がさすがに強いか。二個、ダブル王冠やもんな。ダブル王冠は強いな。マナサースト一個よりね。よし、こうやな。こうだな。よっしゃ、これでいこう。いけ！ズドン！なんかすげえ、オーブが綺麗だ。並び、アンヒール出た！これどうだ？しかも相手王冠3つも。すごい無敵やな。すっごい無敵やけどどうだ？相手の、さあ、アンヒール構成を貫けるのか。めっちゃ回復しよるからな。あ、でもいい！お、強い！アンヒールさえも潰した。ちょっとこっちのね、マナオーブのデーがすごすぎたからね。っていうのはあるけど、最終どういう火力や？マナサーストの火力、えぐえつな。はいはい。あ、ね、ここで、まず2秒の、うん、2秒、無敵が、マナの溜まりが早すぎて、20マナ溜まってからやっと2秒無敵が発動。んで、ギュン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 で溜まっていって、ここで、はいはい、20マナ溜まったよーの攻撃が発動して、一気にドンドンってダメージを与えている。はいはい、いいですね。で、それでマナは減らないから、どんどんマナ溜まって、んで、ホーリースピアの25が来て、で、これで、3秒無敵&この子がめっちゃ回転速くなるやつが、わわわわわんって来て、で、ホーリースピアで刺しまくりました。で、ここでスタミナ切れんねよな、やっぱりな。ここが振り切れなくはなってる、正直。で、うん、アウトオブスタミナにはなるから、スタミナポーションあってもいいんかな、この構成な。んで、そっからまたギュン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 ってマナ溜まって、で、さらに33マナまでいってるわ。で、10秒の時点でさらに33マナ溜まって、オーブの効果、これね、15のランダムバフ、ダダダダダダン来て、すっごいバフ乗って、んで、体力減ったからドラゴンボーツのバフも乗りつつ、めっちゃマナ溜めて、長期戦になってきたぞー。で、もう一回行くのか、マナオーブズな。33マナ2回発動してる。すごいバフの量になってる。エンパワー12やもんな。うわお。で、マナゲットしたところで、このライフステイル12が2個発動して。いや、これちょっとマナオーブの出が良すぎたな。マナの、これ、やば、おもろ。おっと、さて、じゃブルーベリー買いましょうか。んで、彼はね、もうちょっとね、ダメになっちゃったんだ。とんでもない新アイテムが来てしまったせいで。ね、どうしようかな。まあ、もうポーションベルト買っとこうか。なんで、こうやな。一マスカバン。よりも、
ああ、なるほど。もう進化させる時間がないねよな、残念ながら。まあプラチナカスタマーカードもいらんか。ユニーク出なかったね。まあ一応リフレクト2デバフあるから、石炭よりはこっちでいっか。オッケー。うん、これなんか置くとこないんかな、もうちょっと。あ、ここ乗っけてさ、でこれってレジェンダリーやろ。オッケーオッケー。あー、これで2個いけるわ。おっしゃおっしゃおっしゃ、いいんじゃないですか。うん、いや、いいや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 。おっしゃ、これで4リフレクトできるデバフを。それもそれで大きいっすよね。おっしゃ、これでいくかー。じゃあちょっと最終戦ゆっくり見ようか。 OK。 さあどうなる。相手の構成はアンヒールですね。でマナーを貯めまくって、マナーサーストとアンヒールで火力を上げてきている。なるほど。さあ私に勝てるかな。 0.3 ぐらいで見るか。でちょっと遅いか。これじっくり見れるからな。ちょっとゆっくり見たい、最終戦ぐらいは。はい、で、無敵が発動してるので何も効きません。まずは一発目の無敵。で、マナが溜まり、もう一回無敵発動するんじゃない？俺。これで、はいはいはい。あ、二回も発動したかな？ちょっと見てなかったけど。で、ラスト。で、はい。発動、3秒の無敵。ただし、ここでスタミナが切れるんだよな。俺が苦しんで、相手も無敵発動。でも相手は2秒1回だけのはず。あ？なんだ？あんた、これ終わりやな、お互い。うわ、強いな。マナサーストのライフスティール発動してくれ。うおー、強い。盾がきついな。なるほど。最後の最後に分からされたか。アンヒールの強さ。盾がきつかった。だな、多分これだいぶスタミナ奪われたよね。で、マナ貯めて、無敵は発動してんだけど、こっち盾でスタミナ奪われて、なかなかマナ貯めれなくてみたいなね。あと最初初動ヘルメットもうざかったか。これ待って、オポネントゲインズバフ、あー、バフヌルリファイも、なるほど、バフ。そっか、マナが、マナダメが、そっか、バフだから、これでヌルリファイされてたんや、ちょいちょい。いや、なんでも対策ってできるもんですね。もう一瞬最強かと思ったけど。だ、マナも溜まりにくくされてたんや。ラックとかね。バフやもんね、マナも。で、そんなんしてるうちに、不快感を感じてるうちに、スタミナも取られるし、マナもなんか溜めにくいし、ってやってるうちに、こっち側は特にさ、相手に嫌がらせをするようなことしてなかったから、しっかりとアンヒールでボコられたという感じですね。なるほどな。しっかり対策取ってきてるわ。だから対策もあるということで。めっちゃ強かったけど、しっかり対策取られたらきつい。で、そんなに難しい構成で対策取られたわけじゃないしな。あ、なるほど、なるほど。いや、なんかすごい、良かったんじゃないですか。通して。めっちゃいいんじゃないですか？これ面白いな。だからストポがきつくなるから、回復していく構成の方がいいんじゃないかなっていう雰囲気が出てくるけど、アンヒーロー結局強くなるのかな？まあでもホーリースピアが出てきたことによって、とりあえずストポ積んどけの行動が取れなくなるから、ちょっと考えること増えそうですね。いや、おもろいわ、この武器。いい武器です。いや、いい新武器来たな。これは素晴らしい。ちょっと、今週はもうちょっとやりたいな。宝箱引いて、ジェムでバフ積んでってできてたら、もっと強かったよな、こっちな。そやんね。で、王冠に乗せれるように、そや、王冠に紫の宝石乗せれるようになったから、それで暗秘潰せたんか。なるほど。そうやってたら暗秘も対策できたかもな。ってことは、やっぱり槍強いぞ、あれ。しゃ。まだ伸びしろがある槍構成ですね。めっちゃ楽しみや。いや、いいな。いい武器やな。めちゃくちゃ気に入ったぞ。ニュースピア。